福島県民ラーメン総選挙2024第8位は1560ポイント獲得、石川町3の醤油味中華。先月放送された福島ラーメン総選挙で8位に輝いた手打ち中華3。お昼時は行列ができる石川町が誇る大人気のラーメン店。そんな人気店を切り盛りする店主の畠山さんはある夢があるそうで。石川町には今ちょっと飲食店がちょっと減ってきてなんですけど、あの駅前にはあのたくさんの学生があの集まっています。でその子たちにちょっと気軽に駅前のお店に来てもらえたらちょっといいかなと思って、今回あの分店のオープンをしました。あちらに見えるのがいわき石川駅です。そこから歩いてすぐの場所にこちら手打ち中華さんの分店ができたんです。行ってみましょう。畠山さん念願の分店はいわき石川駅からすぐのところに今年の1月にオープンしました。学校もこの辺り多いんですよね。そうなんですよね。分店を任されたのは3年前に3に入り修行を重ねてきた小針亮さん27歳。ラーメンの世界に入る前は業務用厨房機器メーカーで働いていた異色の経歴を持っている方なんです。本店と違う一番大きなところっていうのはどんなところなんでしょうか。はい、本店と一番違うところです、はい、そう、分店には本店にはないメニューを楽しむことができるんですけれども、果たしてどんなメニューなのでしょうか。気になる。もうこれだけでかなりの満足感、いやー食べてよかったって思いますね。石川町にある大人気ラーメン店手打ち中華3。店主の畠山さんは夢の一つであった分店を今年1月にいわき石川駅近くにオープンさせました。そんな分店と本店にはある違いがあったんです。本店と違う一番大きなところっていうのはどんなところなんでしょうか。はい、ワンタン麺が、はい、本店と一番違うところです。本店にはワンタン麺は確かなかったですね。そうなんですね、はい、どうしてこちらのお店で入れようと思ったんですか。そうですね、結構本店でもワンタン麺やってないんですかという声も多くて、はい、それでこっちで、はい、始めました。そう、本店にないワンタンが分店にはあったんです。嬉しいですね、はい、このワンタンを分店の看板メニューにするべく小針さんは半年ほどかけてワンタンを開発。そんなワンタンの具材は玉ねぎと椎茸を炒めて、鶏ひき肉にメンマなどを加え、オイスターソースやチャーシューを煮た醤油だれ、そして最後にこれ、チー油なんです。結構たっぷり。そう、チー油をたっぷり入れることでコクが増し、鶏の香りをより楽しめるんだそうです。学生の皆さんに食べてほしいということで、あえて若い人好みのジューシーで濃い味付けに仕上げました。そんなワンタンを引き立てるスープは日本三大地鶏である名古屋コーチンや薩摩地鶏など5種類の地鶏を贅沢に使用。丸鶏を使用することで鶏本来の旨味を生かしたコクのあるスープに。たっぷりと入っていますよね。溢れそうですね。そうなんです。そして麺も手打ちにこだわっています。仕込みは毎日3時から行われています。頭が下がります。そうして打った麺は3日から4日寝かせて熟成させたものを使用しています。こうして熟成させることで麺のコシが強くなり食感がもちもちに。
て、ここからラーメンの仕上げが始まります。まだお若いのに本当真摯にラーメンに向き合っていらっしゃいますね。そうなんですよね。味がよみがえります。綺麗なスープ、まさに白川ラーメンですね。輝いてますね、ワンタンが。お待たせしました、チャーシューワンタン麺になります。うわー、もう豪華。そして香りがすっごいですね。本当にもう置いた瞬間にふわっと香りが立つんですよ。うわー、食べるのが楽しみです。奥深い味わいですね。うん、あの鶏の旨味がもう大洪水っていう感じ。口に含んだ瞬間の印象は本当にまさに鶏のコク。一口目よりも二口目、本当にこの旨味が口の中に余韻として残っていて、どん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 スープを飲みたくなります。もちもち、ちぢれの部分がしっかりとスープをまとって、いや本当にこの麺も食べるとまた旨味がさらに増すんですよ。コシもしっかりありますね。うん、さあワンタン、もうこの色味がスープ色、大ぶりですよね。感がツルツルっとしていて、結構大きいかなって思ったんですけれど、簡単に一口で入っちゃいました。具材がしっかりとした味わいなんですよね。全然スープにも負けないですし、ワンタンだけでもしっかりと楽しめる美味しさになっています。そしてこだわりはチャーシューにも。チャーシュー麺だけに入っているバラ肉は国産のものを使用。白川伝統の炭火焼きでバラ肉を1時間ほど焼きます。炭火焼きをすることで豚の旨味をしっかりと閉じ込めます。そして焼いた後は醤油で 5,6 時間ほど煮込んで、味をじっくりと染み込ませ、肉を柔らかくしていきます。うん、うん、ほろっと崩れますね。うん、油が甘い。またこの炙った香りがほのかな感じで絶妙なバランスなんですよね。スープの邪魔もしないですし、食べているほどほのかにこの香りが後から来る感じ。うん、はあ、本当にこの丸みのある醤油の味わいがいつまでもこの口の中で余韻として楽しめるんですよね。麺の量もチャーシューの量もたくさん入っていて、本当に満足感のある一杯でした。お店の今後とか、あのこの先見据えていることについて伺ってもいいですか。はい、結構駅近で、学生さんも前を通るので、その学生さんたちに、愛されるようなラーメンを作っていきたいなと思います。